皆さんの自宅にもですねすでにあのお掃除ロボットがあるかもしれませんねこのロボットは勝手にお掃除をしてくれてとても便利なものなんですけどもしばらく一緒に生活をしてみますといろんなことが分かってきますで、このロボットはですね時々部屋の隅のコードを巻きついてギブアップしてしまうとかですねそれからこういう段差に弱い とというようよなことがあって玄関から落ちてしまうとそこから這い上がれないなんていうことがありますそれからえっ、ーと,まあ、とかですね、えー、テーブルの中に入り込んで、えー、袋小路になってそこから出られなくなってしまうなんてことがありますでそんなときじゃあどうするかっていうと僕らはそのスイッチを入れる前にですね、えーまあ、部屋の隅のコードを束ねてあげる。 それから、あの椅子をですを、ね、ちょっと並べ替えてあげるなんてことをやってるんですね。そうすると、どうでしょう、結果としてです、ね、その部屋は非常にきれいになってるなんてことがあります。じゃあ、その部屋を片付けたのは誰なのかなんていうことを考えてみると、ちょっと面白いかと思います。僕1人がそそそのの部屋を片付けけけたわけででははないですよねれれかからじゃあそれはロボットの力だけかっていう とそんんなこともありませんそのロボットと我々が一緒になって部屋を片付けたということが言えるかもしれませんあるいはそのロボットはちゃっかりですね我々をまあ味方につけながらお掃除をしてしまったということが言えるかもしれませんこれまでその一般の家電製品っていうふうに考えると部屋のコードに巻きついてギブアップしてしまうなんていうことは ちょっとした欠点であったり欠陥だったりするわけですけどもそのロボットの弱さがですね私たちにお掃除に参加するそういう余地を与えてくれるあるいは一緒になってお掃除をするっていうそういう共同性っていうことを引き出してきてくれたっていうふうに考えるとまあなかなか面白いなっていうふうに思うわけです。 でまあ、これまでロボットと人との共生ということを考えると、まあ、ロボットの利便性とかロボットの完璧さということを求めやすいんですけどもこういったロボットの弱さということについてもう一回見直してみると人とロボットとの関係がもう少し面白く捉え直すことができるんじゃないかというふうに考えております。